アルミン、エレンは？エレンは連れ去られたよ。ユミルもベルトルトとライナーに。ねえアルミン、なんで？そういえばそうだね、エレンは昔、私はただそばにいるだけでいいのに、それだけなのに。まあいつものことじゃねえか。あの悪ガキの起こす面倒の世話をするのは昔っからお前らの役目だろ。俺も行くぞ。お前ら三人が揃ってねえと俺。クリスタ、やっぱり君には残ってほしい。それは無理。ユミルがさらわれたのにここで待つな。ああ、俺たちには奴らを追いかける理由が多すぎだろう。そう、一刻も早くエレンを取り戻す。おい、エルヴィン団長が到着したぞ。ハンジ、説明を。うん、彼らの目的地をウォールマリアの向こう側、そして目的地までならば、彼らはこの先にある小規模な巨大樹の森。そうか、あれだけ戦った後だからきっと消耗してる。ああ、ならばどこか巨人の手の届かないところで休みたいと思うんじゃないか。巨人が動かなくなる夜まで。夜までだ。夜までに森に着けばまだ間に合うかもしれない。助ける賭けに出るか。俺は、行くぞ。
そろそろ教えてくれよ。あんたたちはこれから私らをどうするつもりなんだ。俺たちの故郷に来てもらう。おとなしくしろって言って従うわけがないことぐらい分かってる。だがここはウォールマリア内の巨大樹の森、巨人の巣窟だ。今俺らが殺し合っても弱った、つまり巨人が動かなくなる夜まで俺たちはここにいるしかねえのさ。そういや、ひとまずは休ませてもらいたいもんだ。昇格の話は、その後でいい。ライナー、おい、てめえふざけてんのか。は？何怒ってんだよエレン。俺が。なあベルトルさんよ、何か知ってんならいいか。ライナー、君は兵士じゃないだろう。僕らはなんとなくだが分かった気がするぞ。おかしいと思ったよ。壁を破壊、おそらく本来は壁の破壊を目的とする戦士だったが、兵士を演じるうちどちらが、いや、もしくはお前は罪の意識に耐えられず、無意識に自分は壁を守る兵士だと思い込む。結果心が分裂し、記憶の改ざん、話がかみ。ふざけんじゃねえよ、ただの人殺しだ。何の罪もない人たちを大勢殺した。その人殺しに何を求めてんだよお前は。反省してほしいのか。謝っ、それでお前は満足かよ。泣きわめいて気が済むならそのままわめき続けてろ。そうだな、俺は頑張ってお前らができるだけ苦しんで死ぬように。ユミル、お前はエレンを利用して逃げようと思ってたんだろう。俺らに連れて行かれたらまず、正直に言うがその通りだ。だがクリスタ一人くらいなら俺たちで何とかできるかもしれない。どういうつもりだ。クリスタはウォール教の一族の重要人物だ。こっち側に連れて行く理由はある。自分のわずかな命か、クリスタの未来。あれは深淵団、調査兵団が助けに来たのか。クリスタだ、クリスタがそこまで来てる。連れ去る。お前、連れ去るにしたって今は無理だ。成功する可能性が低いだろう。今じゃなきゃ嫌だ。今はあいつに会いたい。このお前らが今クリスタを連れていかないのなら、ここでお前らと戦って邪魔をする。エレンはこの森のどこかにいるはず。早く探さなければ。邪魔な巨人がうようよいやがる。これじゃエレンを探すどころじゃねえ。ひとまず巨人の数を減らそう。そうすればエレンを探しやすくなるはずだ。ベルトルト、どうしてこんな。
やっぱ開ける。クリスタ、やっぱり君は前線に出ない方が。何度も言ってるけど、それは無理。ユミルがさらわれたのに待っているなんてできない。僕も君を見習わないと。拠点はここにするぞ。やった。サーシャ、続いてくれ。ついていきますから。やっ、はい、このままではエレンが連れ去られてしまう。急がなければ。エレンがおとなしく連れ去られると思うか。いや、力の限り暴れまくるはずだ。大丈夫だ。こっちの戦況はどうなってます？ああ、そう簡単にはやられん。どこしよう。ハンネッサー、頼みます。一緒に戦ってやる。やった。今はもうベルトルトも敵だったなんて信じらんねえ。奴らの口から直接聞くまでは。やったぞ。くそ、巨人の数が多いな。無事でいろよエレン。じゃあついてきてくれ。俺も行くぞ。やった。やれるか。もしかしてユミルか。こんなところに。待ってください。こいつはユミルです。さらわれたユミルの巨人の姿です。おいユミル、どうしたんだお前だけ。エレンはどこだ。なぜ僕ら一人一人に目を向けるんだ。ユミル、よかった、無事だったんだね。え、嘘。クリスタ、食いやがった。クリスタまで連れ去られるわけにはいかねえ。追わねえぞ。負けねえ。よし、我々も作戦を開始するぞ。まずは森林内の貴公子を撃破せよ。討伐対象は貴公子のみ、通常種は無視せよ。我々に残された時間はわずかだ。急げ。先ほどの命令、何か狙いがあるような。何
を企んでいる。ありがとう、助かったわ。この貴公子、いきなり襲ってきやがった。誰か手伝ってくれ。くれてありがとな。おかげで助かったぜ。エルヴィンの野郎、飛行士だけを倒せとは一体どういうつもりだ。整った。タコ、巨人を引き連れたままでいい。私についてこい。やめろエレン、暴れるな。そりゃ無理があるぜベルトルト。そいつを怪しつけるなんて不可能だろ。まあ、出てこいよ。二人とも嘘だって言ってくださいよ。今までずっと騙してたのかよ。お前ら今まで何考えてたんだ。こいつらは人類の害、それで十分。
誰が人なんか殺したいと思うんだ。確かにみんな騙した。謝る資格なんてあるわけないけど、誰かお願いだ、誰か僕らを見つけてくれ。ベルトルト、エレンを返して。ダメだ、できない。お前らそこから離れろ。信じらんねえ。どういうつもりだエルヴィン、巨人を引き連れてきやがった。人類存亡の命運は今この瞬間に決定する。総員突撃。はい、あれはユミル。邪魔をするなら先に殺さなくては。よりによって拠点設営を邪魔する気か。よし、これで巨人をここへ誘い込めるな。ならない。逃げたりしねえ。頼んだぞ。
はユミル次第でしょ。私は邪魔する者を殺すだけ選んで。ユミルだってライナーたちに従わないと殺されるの。選択肢なんてないんだって。阻むなら討伐するより他ないな。
抑えたぞ。鎧の巨人に取り付け。エレン、今行くから。やっとここまで来たんだ。故郷に帰るんだ。ベルトルト！いいの？お二人とも仲間を置き去りにしたまま故郷に帰って兄を置いていくの？兄なら今地下深くに幽閉されて拷問を受けてるよ。今この瞬間にも兄の体には休む暇もなく様々な拷問が。悪魔の末裔が出だやしにして、